さスウェット並びに参加ということなんですけれども、ちょっとマイクないと、これ実は機材、まあ、トラブルがございまして、まあ狙い台さっきのようなもんなんであれだ。おはようございます。ぼちぼち悪いですね。こうなったら店内入っていろいろ喋りながら台選びたいんですけど、ちょっと音質悪いんでどうしようかなっていう感じですか。ちょっと考えます。機材トラブルによりちょっとマイクがなかったんですけれども、抽選の時はちょっとなんかよくわからへんアナログな方法でなんとかこれにマイクをぶっ刺せば音声が取れるということなんで、なんとか、確保することができました。音なかったらね、なんかやっぱその入場の時とかってこう喋りたい病みたいなのがあるんですよ。やっぱ僕らこういう仕事してると、だからこれで心置きなく喋るで倒すことができるんで、141番何が取れるか分かりませんけれども、まあ、店内入ってから考えようかなと思います。おはようございます。何言うとっかな。サラバン人気やな。サラバン行こうかな。なんか急にサラバン取っちゃったけど、なんか強いな。前日のこれとかいいっすもんね。まあゴッド行ってもいいんですけど、まあそれ後からでもいけるんで、きっと。とりあえずはサラバンスタートか。おはようございます。スロエット4第5戦目ということで、今回もアミューズ岩出店さんにお邪魔させていただいております。はい、ということでついに5戦目っすよ。ラスト1個前ということで、まあ、次が最後になるんですけど、次の収録の日程が約2週間後ぐらいなんですよ。だからまああんまり期間も空いてないということで、体重も落ちないだろうと思ってる方が多いんじゃないでしょうか。はい、もう過去のジローはいないですよっていうことをお伝えしておきます。いや確かにそんなに痩せてない、そんなに痩せてないけれども、結構最近健康志向といいますか、まあ健康志向とまでは言わんかな。でもねお肉食べる量も減りましたし、炭水化物摂る量も減ったし、で何より最近スポーツにちょっとハマっておりまして、まあそれのおかげかやっぱりこう体もシュッとしてきたんですよ。で見た目はなんか裸になったら結構変わったんですけど、体重自体はあんま変わってないんで、まあちょっと筋トレしすぎたかなっていう、まあそこはでもね、僕、まあ、身長176ぐらいありますし、まあ、ダルビッシュ190ちょいぐらいで体重100キロじゃないですか。ってことを考えると、まあ、僕80キロって言っても、まあまあそこまで、いや体それはね筋肉過去を振り返っていきますと、1戦目から4戦目累計298枚か。結構負けたんですね前回。そうか、負けてしまったからだいぶきつくなってきましたけれども、体重は、まあ、ちょっとでも落ちてりゃいいかなと。だからそこで1000枚2000枚は稼げると思うんで、とりあえず、折りたたみ自転車だけは回避しないと、こうほんまにね1年半ぐらい前かな、前回自転車やったん、あの時が人生で一番しんどかった日で、もう二度とあれを味わいたくないんですよ。で折りたたみ自転車ほんまに後遺症残るんちゃうかなっていうぐらい危ないことなんで、ちょっとしっかりとねいい自転車を取りに行きたいと思いますんで、はい、実践もストレートもこうストレートっていうか、もう僕あんまダイエットって言いたくないんですけど、もう頑張っていきたいなと思います。アミューズで結果にコミット。2000枚勝ちます。
ーす。トラマに久々やなー。朝一急ゲーム回された台。昨ゲミドに前兆がないというちょっと不安なスタートです。前日闇ゲーム数が85なんで、当日115かで、セットステージに行ってしまったら強くと、多分リセットかかってると思うんだよな。全体的にかかってるし、うわーマジか。118でスズキステージ行ったんで、これ多分末っすね。いやー末置きがいいと思えないのよね。前日の、まあ、天国イコール率が4層に見えるけど、ちょっと一回見ますか。ここですね、ほぼ勝なんで、これが前日の履歴です。やっぱ A3 ループとかしてるから4か。天国ぼちぼち行ってるんですけど、行ったらやっぱループっぽい感じもあるし、引き戻しとかもなさそうやもんな。1回2回確かに A ループしすぎかな。4578ってこれ、まあ、10もやや怪しいか。90も分かんないんかって考えたら、まあ、前兆だけ見て左隣がほぼ偽だろうっていうようなあれなんで、まあ、全然出てるっていうのがちょっと怖いですけど、まあ、一旦この前兆だけ見て店内見に行ってでします。あー当たってそう。まあ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 、いいこといいこと。154ゲーム総投資300枚でボーナスです。まあ強気なんで終わったらやめと。
00もある。前日めっちゃ出てる。番長3打ってもいいかな。これいきます。前日82ゲームやね。あーでも2セットかかってないことあんのか。まあ、サラバンがリセットかかってなかったんでやや怖いっていうのはありますけど、まあかといって他に打てるそうな台もないんで、バーチョ3いきます。当日ベル9回引いて対決いってないじゃない。これいきます。バーチョ3確保して、でまああのメダル持っていこうと思ってサラバンの方戻ってきたら左隣とか台が空いてたんですよ。でよく考えたら、まあ、当日これ90何ゲームで放置されてて、末200ちょいなんで、まあそこで雫行ってないからやめられてるだよと思ったんですけど、そこから前兆が来てほぼほぼ末置きが濃厚だなって思ったんですよ。でこの台履歴結構強くて、まあ跳馬なんで次が確定天国で、まあ、一発ループはしたりしてるけれども、そこから抜けて、まあ、いただきよくわからんけど、この323、422、798、いただき、これは引き戻しか、2王門で、他にもこの21番、ナンバー21、引き戻しか2王門っていうのがあったり、天国の移行率も良かったり、かといってそこまでループしてなかったり、この辺がね、ちょっともう分かんないんですけどっていうような、悪くないんじゃないかなっていうような台があったんで、ちょっとこれ打ってみてもいいかな。もしかしたら、ね、変なところでこうレイアウト引いててそれ見てなかっただけの可能性もあるんで、まあ、リセットかもしれないですけど、多分据え置きだと思います。はい、なんでこの台、まあ、前日良さそうなんで打っていきます。さあこっからついに本気が出せます。このカメラもいるし、ヘッドセットも届いたしということで、やっとチャンス目、しずくステージいるんでね。弱いか。さあ、チャンス目で当たりましたね。521ゲーム、チャンス目じゃない可能性もあんのかな。据え置きアド633、でもその場合結構前兆一発終わってからすぐまた研修行ったりっていうパターンが多い気がするけれども、多分チャンス目総投資400枚、安い。弱いなー、弱地しか引けず。継続来い。わー、129枚で終了。前兆っぽいな。ここで前兆か。
これはちょっと、臭いぞ。まあまだわからん、まだわからん。結構99ゲーム以内の前兆というかマップのうんぬんっていうのは謎に包まれたままなんですよ。解析出てなくて、ここさえ出れば番長さらばま推測要素コンプリートっていうとこなんですけど、これはもう多分一生出ないと思うんで、まあでもこういうところで当たるのはいいけど、まあ天国行ってるかどうか分かんないですけど、いいけど、間違いない。絶対当たる。今夜は最高の気分だ。ありがとうございます。45ゲーム。持ちメダルで当選。今日勝ちたいな。これは投資もまだ少ないですからね。400倍なんで。ちょっとほんまに折りたたみかもって考えると夜も眠れない日々を過ごしてきたんで、ここ2週間ぐらいもう自分の肉体を鍛えるとかそういう範疇を超えてますからね。折りたたみ自転車っていうのは無理なんで、前回よりも距離も長いこと考えると、ここはもう絶対にAチャリが欲しい。間違えた。はい、そう、何にも起こらず、まだ枚数263枚、枚数引き継いでますけど結構出た。まあ出玉的には嬉しくないけれども、設定推測要素的には嬉しい。天国一発抜けと。さあ、ダイエットパートということで、何ですか今日は。ちょっとはい、ドロップアウトっていう番組でね、はいはいはい、ちょっと話になったと思うんですけど、サウナスーツを僕らがどうやら紛失してしまった、はいはい、いやいや、そうなんですよ。いや、これはほんまにもうねえ、フンドですよ、フンド。ちょっとそれですごい申し訳ない、はい、あ、でもあれ新しいのとかはいいや。もう夏なんで大丈夫です。いや、そう、そんなこと言わず、もうすいません、ちょっと見てもらって、しかも何なんダイソーセレクトって。いや、あれね、あのサウナスーツ実はそこそこええやつなんですよ。確か一番最初のストロエットの時買ったら、なんかこう景品みたいなこうダイエットグッズもらえて、でもそれにもう名だたるいろんなものをもらったわけなんですけれども、そこそこやつやったんですよ。これはもうダイソーセレクト。いや、でもダイソー、いや、ダイソーが悪いとかじゃないですよ。それそうっすけど、ダイソーいいもあります。だいたいなくしちゃったごめんなさいやったらもう以上のもんで攻めてこんととは思いますが、まあまあまあ、そんな言ってもしゃあないんで。あっちゃー、あ、これはすごい、これはあかんやつや、これはいかん。これはいかんな。いや、これは熱いっすわ。これ300円で買えるのは値打ちありますよ。いや、ほんまに熱いし、イライラしてきましたもんね。いや、ちょっと下はめんどくさいんであれなんですけど、いや、上だけでこんなに効果あるかっていうぐらいほんまに熱いっすわ。じゃあこれで実践していただいてもいいですかね。それはちょっと無理ですか。それはちょっと、じゃあ、はい、あれしましょうか。今回最後に測ったときにちょっとあまりにもひどい結果だったら、次回はさすがに来てもらいます。負けたらにしませんか。あ、そうしましょうか。今日負けたら次回全身で挑むと。それぐらいやっぱそのもうね、体の水分なんて全て抜いてしまえっていうぐらいの覚悟がないとやっぱり折りたたみ自転車になっちゃうと思うんですよ。ただそれを回避したければ
自分の力でレバーで買っとればいいということで、これ破り捨てて脱いで実践いきます。こんなもんいらん。現在千枚通し、ちょっとねボーナスなかなか引けてないんで、かなり厳しい展開にはなっております。負けたら次サウナスーツなんで、僕ほんまサウナスーツにトラウマあるんですよ。普通の人サウナスーツにトラウマとかないと思うんですけど、僕サウナスーツっていうものがほんま世の中で一番、スーツ界の中で一番嫌いなんで、ちょっとこれはどうしても避けたいと。いや今日は勝ちますよ、勝つ、絶対勝つ。はい、ありがとう、当たりました。全然最高じゃない、遠かった、975。いやマジ遠かった。総投資35本。うわー嫌なリプレイナビ。そう赤、118枚で終了。いやーサラバンのダメなところ、ダメなところしか出てこない。チャンス目の分のあれもないと。いやー41本使ってボーナス3回っすもんね、きつすぎる。で分かったことはチャンス目で当たったのかゲーム数で当たったのかよく分からんやん。ボーナスの後は天国らしきところに行ったということだけと。いや前日こんだけ強くてもちょっと打てへんな。まあ強気は強気だと思うんですけどね、やめます。周りの状況を見に行きます。だいぶ厳しいですね。いやこれは厳しい。頼みの綱のゴッドもちょっと背置き多めなんで、多少初当たりいいっつってもね、なかなか攻めづらい。どうしたものか。まあこうなったらもうサラバン行ってもいい気もするんですけど、もうちょっと探して何にもなけりゃサラバン行こうかな。まあ今からコットとか行くよりもそっちの方がいいかなと思うんで。一発目がこれと同じぐらいやから444よりもハマってないぐらいか。このね初当たり一発目が、多分2、300ぐらいで、その後44、111で、この長い棒が464ゲーム、111、56ゲームと、6回初当たり引いてて最高ハマり464ゲーム、444のところというような感じで、で最新台で入ったんですよ。今までビンゴなかったんですけど、これちょっと悪くないぞと初当たりだけ見てると思います。で現在22ゲームまあ今のサラバン追ってもいいかなと思ったんですけど、いややめようとね、やっぱ大移動しようと思いますんで、このビンゴいきます。いやちょっとね朝一から行くかなって考えてた台ではあるんですよね。朝一メダル入れてないんですけど、ベッドランプが消えてた。まあ前回も確か寝台狙ってあんまり重いし
しなかったんで、あえて狙わんかったんですよね。そしたら初当たりがこんなにいいと。で現在2100枚投資、死ぬほどきついですけど、死ぬほどきついんで、まあ、逆にちょっとこう、まあ、天国か地獄かじゃないですけど、まあ、あの全部を取り戻すというよりかは、まあ、1000枚でも受けばいいかなとここから思います。マイナス1000枚までに抑えることができればなんとかまた次回ちゃんと勝負できると思うんで、今日2,000-3,000枚とか負けちゃうと次まともな勝負できないでしょ。あと僕今日移動があるんですよね。金沢に行かなければいけなくて、多分最終ここ8時とかには出なダメなんですよ。で現在3時で、まあ、まだ時間はあるっちゃあるんですけど、渋滞とかも考慮するともうちょっと早く出た方がいいと。まあだから早めに決着つけたらいいですけど、ずったずたにやられるかサクッと出たら帰ります。多少負けてても、さあ電空ステージにやってきました。さあロングリーチ来たんかな、これは。さあ次ここ、いた、すごいな、素晴らしい。なんかよくわからんままさらっと当たりましたね。281ゲームさらっと当たったとか言いながら投資が49本、こってりやな。ダブル、一発逆転あるのがビンゴですから。どう、まあまあまあまだ1回目ですしね。さあ頼む、うわーノーマルパターンか。青色でスタートしたんでね、頼むぞ。終わっちゃった。103枚。6万。6万円か。久しぶりやな、6万円もいったん。順調に今年最高負け額を更新していっております。いや、きっついな今日はマジで、久しぶりやな。というところで444に到達、前兆が来ただけでかなり暑い、はい、前兆来てるんで暑い、当たる。これでもあの444到達前からなんかザワザワしてたような、してなかったような、444到達してからのやつやったら当たります。これかな、嘘、外れた、あれ、あっちゃー、いやー、これほんとあるあるっすよね。今までなんか6回とか初当たり引いてすげえ良かった台やったのに、いきなり座ったら最高ハマりを更新するっていう、
なんでそんなあるあるを体現化しなければいけないんだっていうような、踏んだり蹴ったりっすね、マジで。確かいくらやったかな、過去最高75とかやったかな、が過去最高負け額なんですよね、僕ので。まあもうそれを更新する日は来ないだろうと、まあ時代も時代ですしって思ってましたら、今日ほんまに球技順しか打たず、サラバンからのスーパービンゴネオっていう、なんか打ってる機種だけ見たら2年前ぐらいの動画かなって思えるような1日となってしまいまして、まさかまさかの投手70本オーバーと。数字頼む、数字頼む、6かよ。あれ、これで当たらず、しかも6。4まで行け、4まで。3行こう、3行こう。ここまで我慢したのに当たる瞬間飛ばしてしまった。998当たり、総投資81本、自己最高投資額なんですよこれ。僕、まあ、パチスロ人生6年7年ぐらいかな、自己最高っすね。あったシングル、いやーここっすよ、天井の恩恵ここ。まあねー、まあねー。おバックランプいい感じに光ったんで、今これ計測したとだいぶ高い、だいぶ高いっすよこれ。よーし、頼むぞ頼むぞ頼むぞ。まあまあまあ、いやー続いてくれた、単発かと思ってた。赤、おっしゃ、よーし、初代いいぞいいぞいいぞ。ちょっとこう湧いてきましたね、3連射、もしかしたら継続率が悪くないのかも。いいぞ、おお、ダブル、次も継続確定です。よーし、いい感じになってきた、いい感じになってきた。でここで、ここで3桁いこう。まあまあまあ、おお、あ、そうか、これ一番綺麗な、あの一番いい光り方なんですけど、継続確定の、まあ、ダブルで揃ってますんでね。知ってた、やっぱいいよなこの音止まるの。今度はシングル、そろそろ頼む頼む、1回でいい。いやー怖いな
しさはなかった。うわー、これは厳しいか。うっそー、365枚。まあ一旦ちょっと周り見に行ってね、ちょっとだけなんかええのあれは売ってもいいかなと思いますけど、まあ投資額がやめ時関係ないんでね。まあ店内見て回ったんですけど、ちょっときついと。でちょっとでも取り返したかったんですけど、まあそれ無理と思いますんで、はい、まあ、こんなに負けて悔しいですけど、まあ仕方ない、ここは勇気のある撤退を、これ以上傷口に塩を塗るのは良くないと思いますんで、はい、今日はこれにて終了でございます。骨は沖縄に巻いてください。お疲れでした。まあ、ここまで見てくれてる人だったら分かってると思うんですけど、まあ、負けたんでもう来とこうかなと思って、来月まで、今月いっぱいはこれでも、まあ、仕事の時はまた別なんですけど、プライベートでもし見かけて僕がこれ以外来てたらちょっともう発倒してくれていいんでいや嘘です、すいませんとりあえずまあ、できるだけこれ来て、次回まで、次回の実践ももちろんですし、それまでの間もできるだけこれ来て、過ごそうかなと思います。ということで本日の結果が、投資なんと4100枚、回収が397枚ということなんで、サマイがマイナス3700枚ぐらいですか。もう大振りしていくしかないんで、残ってんのはもうこうなったら空振りかホームランしかないですよと。でまあその体重次第みたいなとこはあるんですけど、どうしてもやっぱりね、折りたたみ自転車だけは避けないといけないと思ってるんで、最悪ここで2リッターぐらいまでだったら血抜けるかなと思ってるんで、まあ、その辺はちょっと注射で、調整したいなと思います。はい、ということでこれですよね。これマイクの重量もあるんでマイク外しますね。多少は減ってると思います、ちょっとだけ。さっき投資間違ってました。でよく計算して全部サマイ数とかも出しました。実践結果マイナス3653枚に、体重が 83.1kg やったんで、ここにプラス1400枚されますということで、このこれと足して、累計マイナス1955枚ということで、あ、いけんことないやんってなっちゃったいけんことないやんってなっちゃったし、で、まあ、実践もしプラマイゼロで2キロ痩せてたらそれでいいっていう、これよく考えたら結構甘いルールなんちゃうかなって思ってきちゃいましたね、正直ね。僕今までこっち考えずに頑張ってたんですよ、これ一本で生きてきてたんですけど、よく考えたらこの番組スロエットと歌っております。スロットとダイエット、スロエットでございますんで、ここすげえ大事やなと。いやー、これもうシャープ1の俺よくやったと、もうここからいかに減らせるかっていう勝負なんで、だからこの 83.1 キロのもう波数みたいな 3.1 キロを落としたプラス1000枚になると。で逆に言うと、次回1000枚負けてもプラマイゼロに落ち着けるっていうことを考えると、いかにここが大事かと、過去何十回やってきた初めて知りましたね。やっぱピンチを招いてこそ、やっぱこういうののありがたみに気づくんじゃないかなと思いますんで、次回もこのなんかラピュタのなんかね、オバハンが履いてるようなズボン履いて、で、この暑苦しいやつ着て、ちょっと痩せて頑張って臨みたいなと思いますんで、はい。次回最後、気合引き締めて、気合入れ直して頑張りたいと思います。アミューズで結果にコミット。今日はちょっとムカついたんで夜ラーメン食べます。
最後まで番組のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。